何でしょう。洗剤を砂糖と間違って食べてしまったと。はい、まあ、事情を聞きましょう。はい。DVD を借りて、テレビで見ながら、砂糖をつまみながら、食べようとしたら隣にあった洗剤を間違えてつまんで食べてしまったと。いや、それはやばいです。ちなみに何ですか？洗剤の種類は。え？アタック。なら大丈夫。アタックは、挑戦という意味なので、まあ、少々大丈夫というわけです。本来はダメですよ。食べたら吐きましょう。早い話ね、DVD を借りて、見なかったらいいわけです。つまり、あなたは、レンタル禁止。ただし買うのは、OK。